戦相手を探しています。はい、ランクマッチシーズンセブンティーン。あら、マッチングがばらけちゃいましたね。自動で出撃するゲームの条件を指定してください。私は基本的に出ません。対戦相手を探しています。さあ、どんな方がいらっしゃるんでしょうね。おお、あまり私トーク持たないんで、来てください、頼みます。あと3名の皆さん、あとお二人様、あとお一人様。よし、10人揃った。なんかばらけちゃうかな、これも長いですね。ばらけちゃいそうですね。ばらけそうですね。ばらけるんだったら早くばらけてくれないかな。ばらけましたね。中止。出撃するゲームの条件を指定してください。対戦相手を探しています。さっきいた方もいますね。対戦相手が見つかりました。では出撃決定。機体の選択、各種設定を行ってください。ということで、慣れた機体、もう最近この機体ばっかり練習してるんで、このままでいいでしょう。モジュールはビーム補正とビーム貫徹で、マスタリーがビームで緑振り、パイロットスキルはバーストシュートでいきます。出撃準備を完了しました。しばらくお待ちください。ちなみにいつもの走行2です。さあ、ロッキャンのウィングゼロいますね。中継頼めるのかな、ロッキャンってことは。ロッキャン嫌われてますけど、隠密行動には向いてますんで、隠密行動するためのロックオンキャンセルだったらば、すごく強い人なんですね。逃げるためのロックオンキャンセルだったらダメです。前にも言いましたけど、逃げるためには向いてません。よし、ではバトネクの旅出発進行。敵にもロックオンキャンセラーいましたね。各機戦闘態勢へ移行。チームじゃないんだ。作戦開始です。秒読み開始で作戦開始。ご無事で。とりあえず C へ向かいましょう。味方機が中継地点を占拠。味方機が中継地点を占拠。7番さんは敵部隊を確認。スラスターオーバーヒート。味方機が中継地点を占拠。よし、一番さん裏取り、3番さんが押さえてんのかな。あ、中継地点を奪われました。れ味方機が中継地点を占拠。味方機がやられました。損傷警備、ガードは入んなかった。敵接近、気をつけて。7番さんを放置してる状態なんですよ、ね、味方機が中継地点を占拠。おー、やばい、敵が4機もいる。中継地点を奪われました。味方機がやられました。損傷増加。2対1でやっててやられましたか。味方機が中継地点を占拠。
しかったですね。中継地点を奪われました。天気撃破、味方が撤去を撃破。よしよしよし、 C は取りました。味方が撤去を撃破。どうするかな、5番さんの方に行きますかね。ポイント的にも900ポイント、5番さん勝ってる。そうすると1番さんの方へ行こうかなと思ったけど、どうするかな。 E でお取りしますか。おそらく誰かは E に来るでしょう。オーバーヒート。すごい、敵を次々撃破している味方がいます。敵戦力残り 50% です。損傷甚大、うん、来たけど7番さんでしたね。戦闘エリアに未確認機が侵入。中継地点を奪われました。再出撃する場所を選択してください。敵が、あ、ピグダムか。占拠した中継地点の数はこちらが上です。この状況を維持しましょう。味方機がやられました。損傷警備、味方が敵を撃破。格闘撃ってきましたね、タイミングがいい。中継地点を奪われました。味方機がやられました。よし、ナイス、いいね。あれ、これダマ。味方が撤去を撃破。味方機がやられました。ちょっとラグいかな、この人。中継地点を占拠、スキル発動。機体降りて、このように移りましょう。ちょっとラグいですね、やっぱり。敵戦力残りわずか、押し切れます。なんかどこがいると思わなかったな。味方機が中継地点を占拠。スラスター、いや、落ちた落ちた。上にとどまろうと思ったら、そのまま落ちちゃいました。味方機が中継地点を占拠。味方機が中継地点を占拠。8番。味方を連続撃破している強敵がいます。味方機がやられました。なんでそんな角度で攻撃できるの。味方機がやられました。狙った攻撃とはちょっと違うのが出た。中継地点を奪われました。ビームを打ちたかったんですよね。味方さん、第3取り機なのかな。中継地点を占拠、敵を連続撃破。その調子です。来ました、オーバーヒート。味方たちがやられました。現在我々が優勢です。優勢って言われても味方機結構やられてますね。第3トルキなのかな。戦力はわずかですが、最後まで諦めないで。ビグダムなんですよね。する場所を選択してください。通りを安定させてほしいんですけど。人気の撃破を確認。あなたの力見せてください。味方が撤去を撃破。あ、終わりましたね。作戦終了。敵は7番さん、味方は我々の完全勝利です。中継一番取った方ですね。最近この、緊急回避がなくて、なんだっけ。うまく言えない。なんだっけ、特殊移動か。一番取った方はこの方ですね。特殊移動にずっと、おお、一番特殊移動をずっと使いこなそうと思って楽しんでるんよ、この機体を。特殊移動を使えれば多分ウィングゼロなんかも使いこなせるようになると思うんで。報奨品来ました、発泡金属。次回はスサノオのレベル3、6枚。
特殊移動を使いこなしたいんですよね。今回の戦闘報酬です。一応期待としては先行配信であるマスター以外は持ってるんで、マスターガンダム以外は持ってるんで、そのうち各種設定を行います。これもノーマルなんであれなんですけど、ノーマルじゃない、レベル2があるのか。ランクも終わったらレベル2使ってみようかなと思います。ではコメントありましたらよろしくお願いいたします。お疲れ様です。